今今回は今更聞けないいいロロググイイイインンンンサってて何でするる必要があるのについてご説明いたしま,すまたそのほかスマホの基本操作から不具合時の対処方法毎日の生活を便利にするアプリについて多数の動画でご紹介していますのでぜひそちらもご参照ください。またチャンネル登録していただけますといつでも見ることができるようになります。 スマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルでは初心者の方にもわかりやすい、画面を見ながら一緒に操作しやすいをモットーにスマホやパソコンの動画を配信しております。それでははじめにログイン、サインインとはについてご説明いたします。ログイン、サインインは同じ意味になります。どちらも簡単なイメージでは 自分の部屋に入ることと近いイメージになります。また、ホテルなどでチェックインをした後に自分の部屋に入るのと同じイメージになります。ログイン、サインインするには自分の部屋であれば部屋の鍵が必要になります。また、ホテルでも部屋に入るにはチェックインをして部屋の鍵を受け取る必要があります。 自分の部屋の鍵を受け取るには、賃貸の場合には契約と支払いが必要になります。ホテルの鍵を受け取る場合も同じで、チェックインをして名前や住所の記入と支払いをする必要があります。自分の部屋の賃貸契約と支払いをすることと、ホテルでチェックインするために名前や住所の記入と支払いをすることと、 銀行で銀行口座を開設することは、ログイン、サインインをするために、アカウント登録、アカウント作成をするのと、ほとんど同じ意味になります。ログイン、サインインをするには、アカウント登録、アカウント作成が必要になるということを覚えておいてください。 ログイン、サインインの流れについて先ほどご説明した事例に合わせて解説してまいります。アカウントの登録、作成はチェックイン、賃貸契約、口座解説と同じ作業になります。次に ID とパスワードの発行はホテルでのチェックインおよび賃貸契約で部屋番号と鍵を受領すること、銀行で通帳、カード、 暗証番号を発行するのと同じ作業になります。また、ログイン・サインインは、部屋に入る、ATM からお金を引き出すのと同じ作業になります。ログイン・サインインに必要なものとして、ID とパスワードが必要である点についてご説明いたします。ID はアプリの場合には、基本的にはメールアドレスになります。 英数字で構成される文字列の場合もあります。ホテルや賃貸では部屋番号、銀行では通帳やキャッシュカードになります。パスワードはアプリの場合にはそのまま英数文字の文字列になります。ホテルや賃貸では部屋の鍵になります。銀行では4桁の暗証番号になります。 ログイン、サインインの画面についてご説明いたします。代表的なサービスとして Yahoo、NTT ドコモ、Google のログイン、サインインの画面がこちらになります。基本的にはメールアドレスが各サービスの ID になります。Yahoo の場合には英数字の ID、メールアドレス、携帯番号のいずれでもログイン、サインインが可能になっています。NTT ドコモの場合には 設定次第ですが、英数字の文字列かメールアドレスになっています。Google の場合にはメールアドレスが ID になっています。それでは次に、ログイン、サインインが必要な理由についてご説明いたします。ログイン、サインインが必要な理由としては、ログイン、サインインをしないと個人の特定ができず、 全員に均一なサービスしか提供できない形になります。その人の趣味思考に合わせたサービスを提供するには、どうしてもログイン、サインインが必要になります。ログイン、サインインをして、その人が追加情報を登録すると、その追加情報をもとに、たくさんある情報やサービスの中から、 その人に合った情報やサービスを提供することができるようになります。一度アカウント作成がされると、その人の行動履歴をそのアカウントに紐付けて蓄積していくことができるので、より角度の高い選別された情報が提供できるようになります。この蓄積されたデータを精査して、その人の思考や行動に合わせる作業を 自動で行ってくれるのが今話題の AI、アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能になります。この仕組みをプログラムが自動で行っているのでプライバシーの侵害にはなりませんと言っているのが Google 等を運営する大手企業になります。それでは次にログイン、サイン,インの課題とリスクについてご説明いたします。 ログイン、サインインをすることで便利になる反面、個人を特定できるため、そこにたくさんの情報が蓄積されていきます。その蓄積された情報をもとにより洗練されたかゆいところに手の届くようなサービスを受け入れるようになる反面、その個人の詳細な情報を相手に渡すことになり、情報漏えいや その情報を悪用したプライバシー侵害が行われる可能性があるという点も覚えておきましょう。行動履歴や情報のシェアは正しい行いをしている人にとってはその真実をデータで証明してくれるので冤罪がなくなるというメリットもあります。また行動履歴や情報を取られているという点で 悪いことをしないようにしようという抑止力にもなります。道路やコンビニ等に置かれている監視カメラなども良い例になります。お客様も従業員も不正ができなくなります。悪いことをしようとする人にとってその悪事の証明がしやすくなるので生きづらい世の中になるかもしれません。一方でリスクとして 趣味思考も含めた詳細な情報を相手が持つことになるので、その情報を逆に利用され、弱みにつけ込まれる可能性があるという点も注意しておく必要があります。いずれにしても、どちらを選ぶかは本人次第になります。最後に、便利、快適にスマホを使うためには、 多少の個人情報の提供は受け入れるようにしましょう。その際に大切なことは極力被害に遭わないようにパスワードの管理はしっかりするようにしましょう。また、どの情報なら見られて問題ないか、どの情報は見られたくないかを判断しながら、慣れるまでは社会的に信用のあるサービスのみを利用するようにしましょう。見られて良い情報の例としては、 バナナやリンゴの購入履歴になります理由としては誰もが買う可能性があるからになります。以上で今さら聞けないログイン・サインインって何何でログインする必要があるのについての説明を終了いたします。スマホのコンシェルジュではこのようなスマホの基本操作から不具合時の対処方法毎日の生活を便利にするアプリについて 多数の動画でご紹介していますので、ぜひそちらもご参照ください。また、チャンネル登録していただけますと、いつでも見ることができるようになります。